カール一世は、リヒテンシュタインの公爵。初代リヒテンシュタイン公である。1569年、モラビア、バルチセに、リヒテンシュタインやハルトマン二世の長子として生まれる。1599年に、プロテスタントからカトリックに改宗した。ウィーンで、ハプスブルク家の皇帝ルドルフ2世、及びその弟で後に、兄の後を継いで皇帝となったマティアスに仕える。 カールは養殖に取り立てられ、1608年にはマティアスから公爵の位を与えられた。これが今日のリヒテンシュタイン公爵家の創始である。白山の戦いにおいても皇帝フェルディナント二世の側につき戦いの首謀者とされたボヘミアのプロテスタント貴族たち27人の処刑を行った。 1622年には、金曜毛騎士団の一員となっている。カールの代で、リヒテンシュタイン家は、シレジアのトロッパウやイェーゲルンドルフを講領とし、さらにボヘミアにも、領地を獲得した。1627年、プラハで没。墓は、チェコ東部のブラノフーブルナにある、リヒテンシュタイン家の霊廟に安置されている。プラハにある、リヒテンシュタイン宮殿は、カール一世が、 白山の戦いの後に所有し、暮らした宮殿である。ゲバウアー、ジョゼフ、カレル・リックティンスト人、スタッチ・ターニー・メスとオーパは、ベロットシー、2007年8月30日閲覧。現在は、プラハ芸術アカデミー音楽学部の校舎及び、コンサートホールとなっている。ありがとうございます。